説は最初の一行が全てなんて言ってた人を忘れて、彼女と二人で部屋にいる時は一向に開かない会話の扉、特に話したいこともないから、楽しんで話せる話題もないから、沈黙がしんどくなるから、最初の一言を喋らなきゃいけない。会話は最初の一言が全て、喋るのが難しい彼の全て、彼と接続するのは至難の技だ、無言で天井を睨んだままだ。私は彼の言葉に興味があって、うまく繋がれるのか興味があって、彼が口を開くのを待ってる、何も喋らずに黙って待ってる。俺いちご大福が食べたい、腹が減ったから素直に言った。彼女はなぜか嬉しそうな表情、同時にどこか不可思議な表情。いちご大福って何？と彼女は言う。彼女は知らないことが多すぎる、お互いの言葉を苛む術で、最初の一言が会話の全て。彼はいつも唐突で理解不能で、意図がわからない二人相撲で、彼とまともに話せる人間なんていないに決まってる人生観です。いちご大福なんて誰も知るはずがない、私もいちご大福を食べれるかな。この場合は聞き方が悪かった、私の質問は彼に届かなかった。彼女はいちご大福を知らない、無理に話を合わせてる、今は自分こそ基準だと思っている、異文化にいるんだと思っている。沈黙がしんどくて言った一言、最初の言葉が今日の日のもと。いちご大福いちご大福と何度も小さくつぶやいて意志の回復。彼と接続をする難しさ、いちご大福がどんな食べ物なのか、接続できる聞き方をしないと私はいちご大福にはなれないの。彼は目を見開いて私を見た。俺は自分を食べたりしないんだ。自分？私は私だよ。俺が君なら君は俺だよ。彼女は目を輝かせて話す、正直疲れて話題をそらす。全く何も知らない自分と何もかもを知っている自分が、こうやって話をするべきじゃない。君はどこまで知ってるの？知ってる範囲しか知らないよ。誰だって基準は自分じゃないよ。小説は最初の一行が全てなんて言ってた彼を駅に送って、近所のコンビニに寄ってみた。いちご大福はやっぱりなかった。店員には聞かないでおこう、どこまで知ってるかわからないから。彼に会ったら言おう、耳元で買ってきてあげたよ、いちご俺。